日帰りでもいいし、泊まってもいいし。じゃあレジャー施設がこう住んで通ってるようみたいな感じですね。あ、そうですね。あ、まあでもそこしかないから別に全部一箇所で結構東京の方からも来てますよ。あ、そうですか。うん。なんかあのね、東京の方からドラマ撮りに来てましたけどね。あ、そうですね。うん、その時はなんかこうちょっとだけ有名だったんですけど、終わっちゃったらもうね。そんな誰も見てしないですよね。そうなんですか。地元はすごい盛り上がったんですよ。お祭りのシーンも撮りたいって言うから、みんなでお祭りの格好して私も出たんですよ。どこにいるか分かんなかったんですけど。グラマーな感じがするじゃないですか。あ、そうですか。単に太ってるだけなんですけど。そうですか。うん、そんな感じしませんけど、ね、まあ年取っちゃえばね、みんな子供産んで年取っちゃえばこんな。そうですかね。ねえ。まあ東京の奥さんたちはなんかエステだなんだかんだって言って綺麗な格好してるけど、ここら辺でそんな綺麗な格好したり、爪にマニキュアなんか塗ってたらね、生活していけないしね。ね、魚さばくのに爪長く伸ばしてたりもね。でも本当この辺ってあれですね、誰も何してるって言ったらおかしいですけどね、はい、こう人気がないからですよね、この辺って。こう変だし、青缶とかやったら誰も気づかないんですよ。そうですね、夏になるとなんか若い子たちが夜中にね。そうなんです。ちなみにこの乳というものはサイズは何サイズですか。110センチかな。110センチかな。すごいですね、ちょっとこう。参りましたね。そうですか。ブラジャーとか何サイズなんですか。ね、なかなかないんですよ。80のアイカップ。アイカップ。うん。ちなみに今日どういう。え？ブラジャーの。だから東京にいる娘がなんか送ってくれたんだけど。だから色は何ですか。いや今日は黒いやつなの。なんか娘も探すのが大変だから、もう色は何でもいいよねって言うから。もうこれほくろじゃないですか。ああ、もう年だからシミができてくる。日は日に焼けるでしょ、海辺だから。やっぱりね、日焼けて服着てるから日に焼けないんじゃないですか、ね、夏はほらこんな暑いの着てない。え、まさかこう海に潜ったりしますか。ああ、私は潜らない。潜らないでしょ。いや、ちょっと悪いじゃないですか。いやこの辺の町内の役員の人と。いや、そんなことはないですけど。浮気とかしてもないんですか。まあないことにしとこう。いや、あんまりない。ないですね。ブラジャーだけじゃちょっと物足んないんで、ポロンとポロンと見たいんですよ。父見たいんです。父見たいんですか。旅行で見るといいですよね。じゃあちょっと待ってくださいね。まだみんなじゃお昼から帰ってきてないから。